どうも皆さんこんにちは、アンチのみです。さあ本日なんですが、お待たせしました皆さん、本当にお待たせしました。テックジーナスデッキですね、やっていきましょう。多分この動画が、新パック一発目の動画になってると思うんですけども、もうアンチのみの育成があまりにも大変すぎて6時間くらいやってたんですよね、生放送で。今日なんですけども、テックジーナスデッキご紹介していきたいなと思ってるんですが、アンチのみさんのこのスキルバカ強い、バカみたいに強い。セットデルタアクセルというスキル、デュエル開始時に、この5枚をね、エクストラデッキに追加しまして、で自分がテックジラスのシンクロモンスター2体以上進行召喚した、ターンに一度、自分のエクストラデッキからテックジラスレシピのドラゴンフライを1体、フィードに出すと。これ、特にデュエル中に何回とかいう制限ないんですけども、このカードがね、何が強いかっていうと、これシンクロモンスターを分解できるよっていう、まあ、アニメ見たことある人だったら分かると思うんですけど、これね、分解するんですよ。で、分解すると何が起きるかっていうと、このデルタアクセルシンクロであるトップクリアマインドに到達した場合に出せるモンスター12シンクロ、レベルマックスの、ハルバードキャノン、これシンクロモンスターのチューナープラス、チューナー以外のシンクロモンスター2体以上っていう、シンクロモンスター3体で作らないといけないんですよね。これが、こいつのおかげでめちゃくちゃ出せるんですよ。でこれはスキルで出せるから、実質ブレードガンナーさえ作ってしまえばこれが出せるっていうことなんですね。でブレードガンナーの作り方は、テクタ2枚なんなら1枚でいけます。すごい強い。これ生放送中にね、はるちゃんから教えてもらったギミックなんだけど、ミスラサウルスと援軍、これね、援軍でライデン持ってきて、でミスラサウルスってこれ墓地から除外すると恐竜族出せるんですよ。除外した恐竜族のモンスターの数まで。だから、1除外したらレベル1の恐竜出せるんで、このね、テックジーナスブースタラプトルっていうこのモンスター恐竜なんですね。これ恐竜なんですよ。だからこれ特殊召喚できるので、まあレベル5シンクロが出せると。でこのスターガーディアンっていうのがバカ強くて、まあ、展開はね、実際のデュエルを見ていただければわかると思うんですけども、スターガーディアンが、特殊召喚に成功すると墓地からテックジーナスを回収できると。でスクリューサーペント基本的には回収するんですけど、スクリューサーペントの効果で、テックジーナスを蘇生できるんで、これジャンクシンクロみたいな感じ、優勢でいうところの。なんでテックジーナススクリューサーペントでレベル1を蘇生してくると、これとこれが並ぶんですよ。要は5シンクロが2回できるってことですね、このモンスターのおかげで。こいつめちゃくちゃ強いです。あと見た目優勢で、名前はちなみに優勢を守るスターガーディアンという名前がついております。で、このスクリューサーペント と、ブースターラプトルか、もしくは、ライデン と、レベル1の、ブースターラプトルとか、ドリルフィッシュあたりで、シンクロ召喚が行うことができると。まずここね、ここ作って墓地からこれ回収したらもうここでも決まりです。で肝心なハルバードキャノンの使い方なんですけども、このモンスター強いんですよね本当に。これ丸1番、ビッターに一度自分または相手がモンスターを召喚、反転召喚、特殊召喚する際、このカードをフィールド上に表し存在する限り、それを無効にして破壊する。つまり召喚無効、まあ、神の宣告みたいなね、あんな感じです。あれ持ってんですよ。かっこいいし強いということで、でこのカードがフィードから墓地を置く時にテックジーナスモンスターを特殊化ができるんで、まあ、ブレードガンナーとかね、墓地から復活したりもできますと。でこのね、やっぱマネチマンの、まあ、無効効果が結構やっぱ先行を立てると強くて、先行でこれ立つんで結構なんで、なかなかに強力な制圧力となっておりまして、で補足説明しておくと、何もこれだけじゃなくて、出せるモンスターいくつかいて、こいつね、墓地から除外するとテックチーナスのモンスターのレベルがね、1個上げるか下げるかできるんですよ。だからレベル操作できるんですよね。なんでブリューナークとかも出せますし、この、アサルトテックチーナスでこガラジのオニマル、これシンクロモンスターだけを使うと打点が6000になるんですよね。これ結構ワンパンできるんで、意外と重宝します。これ入れた方がいいと思いますね。で最後になんか説明しないのなんかあるかな。あ、シンクロモンスターでね、この、5枚のモンスターがエクストラデッキに入るんで、なんと、エクストラデッキ12枚になります。12枚です。今のところ、リンクス史上一番多い枚数だと思います、エクストラデッキね。早速、カモン、レギュレーターオープン、トップクリアマインドによる、リミッター解放レベルマックスのデルタアクセルシンクロを加えていただきましょう。デュエル、スタンバイ。行くぞ、ユース。クリストロングリオンガンドが出せると思いますし、デュエル。ブラックローズも出せますね。あとレベルだと6だったら何でもいいんで、コーラルドラゴンも出せるし、バルカン、バルカンが重心バルカンっていうね、バウンスできるモンスターなんですけども、そいつが一応妨害で出せたりしますね。深海のディーバ、これはもうマジで突きましょう。これガチで突きましょう。これ次デッキトップ恐竜モンスターかなんか
ブースタラプトか、ブースタラプトルで、月の書で一回裏返してから展開しかない。あ、終わった。あれあれれあれ、おかしいぞ、おかしいぞ。ねえ、守備力戦略か。じゃあ一回月の書打って、もうそれ、これさ、ネクロバレーバカきついっていう話ない、これ。まあ、ブリューナックで、あれか、ブリューナックで、あれしときゃいいのか。戻しといたら一応いけるのか。戻しておいてみたいな。コーラルドラゴンも欲しいな。こうなってくるとな。まあ、ライデン召喚か。で、ライデン効果を発動して、一応墓地壊しておこう。いつ、なんか、何か起きるかわかんないしな。セット。こいつだけぶち殴っといて。あ、スクリューサーペントめちゃくちゃ落ちちゃった。スクリューサーペントめっちゃ落ちちゃった。最悪や、強すぎる。ネクロバレーも辛いってことがありましたね。まあでもね、清掃とコズミックサイクロンだったら、まあ清掃の方が後打ちできる分強いかなと思うんですけど、ちょガンクセかなー。これまあコズミックサイクロンでもいいですけどね、まあ、いいんですけど。お、そっちなの。え、そういうやつですか。なるほど、そういう。これダメ捨てで800下げたら、これ相打ちなんだ。これ1あるぞ。なんか謎のプレイングされているから結構意外といけんじゃねこれ。よし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 。なんか耐久。謎にグングニルとか言う。あー、まあ、おお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 。ほう。ほう。パワーグラディエータービートですか、これは。あ、ワンダーマジシャンでワットエック説ある。ワンダーマジシャンでワットク説。ワンマジで割る説。来たわ。ワンマジで割る説。ネクロバレー割っとく説。行こう。思いついたら即実行。リッター解放。レベル5。ブースターランチ。オーケー。インクルネーション。オーケー。ガンサポート。オールクリア。ゴー。新規の召喚。カモン。タクチナス。ワンダーマジシャン。ワンダーマジシャンのモンスター効果。特殊召喚に成功した場合、相手の魔法トラップカード1枚を破壊できる。ミセラサウルスのモンスター効果を一応使っておいた方が良さそうだ。もう1枚のネクロバレーが貼られる可能性もある。そしてデクチナスブースターラプトルを特殊召喚。ブリューナクするかどうかへ迷い。あ、待てよ、神ゲー起きるんじゃないか、これ。もしかすると、おい、奇跡が起きる可能性がある。これでこうして、やべえ、 今からちょっと天才ムーブするわ。天才ムーブします。いきます。これ天才じゃね、これ天才すぎるでしょ。スターガーディアンのモンスター効果テクチナス、スクリューサーペントを手札に加えると、そしておなじみムーブだ、テクチナススターガーディアンの効果、テクチナススクリューサーペント特殊召喚、スクリューサーペントの効果。ほらよ、なんとかいったらどうだ、神城涼が。レベル1テクチナススクリューサーペントに、あー、ブースターラフトにレベル4テクチナススクリューサーペントをチューニング。新規のフライトコントロールがどうのこうの。新規の召喚パワーグラディエーター、さらにレベル5パワーグラディエーターにレベル5テクチナススターガーディアンをチューニング。ゴー、新規の召喚カモン、テクチナスブレードガンナー、スキル発動セットデルタアクセル、テクチナスレスプロドラゴンフライを特殊召喚し、レスプロドラゴンフライのモンスター効果、テクチナスブレードガンナーを分解し、テクチナススターガーディアン、テクチナスパワーグラディエーターを特殊召喚、レベル5テクチナスパワーグラディエーターと、レベル2テクチナスレスプロドラゴンフライに、レベル5テクシナススターガーディアンをチューニング。トップクリアマインド、リミット解放、レベルマックス、レゲートオープン、ナビゲーション、オールクリア。無限の力よ、時空を突き破り
未知なる世界を開け。 GO! デルタアクセル。タクチナスハルバードキャノンバトル。ハルバードガトリングキャノン。ガチで強いわ。行くぞユース。ユース、セット、デルタアクセル。ドレルフィッシュ、なるほど。テックチナス、ミスラサウルスを見せていくぜ。相神さん、どんなデッキだろうね。わからないね。勝てば昇格ってなってたね。21枚。あれ？あ、BF だ。さっきまでね、それ結構ね、頑張ってスキル掘りで使っていたんですけどね。もう今ちょっとそのデッキとは決別しましたからね、私は。テックジーナスの実力を見せつけてやるぜ。いいだろう。ただこれ、ハンド次第では俺何もできないで終わるぞ。ハンド次第では何もできずに終わる。あ、でも一応ドリルフィッシュビートっていう意味わかんないことはできるのか。ドリフビート。ドリルフィッシュはね、これあの戦闘ダメージを与えると相手のモンスターを破壊できるっていうね、効果を持ってますんでね。さあ、ホークジョー来た。いいだろう。何ひどいんだ。まあでもとりあえず援軍から考えりゃいいか。とりあえず。とりあえず一旦援軍から考えるやマンでいいな。さあ、ライキリかな。千鳥かな。ライキリ、オーケー。さっきまではね、めちゃくちゃお世話になっていたんですけどね、このモンスターね。アホほどお世話になっていたんですが、レベル加工 OK。で、クルアリのブラストのレベルを下げていく。いや、やばい。めっちゃ強い盤面できた。この3体を処理しないといけないのか。なかなかきついな。これ、6000オニマルとか出したら意外と勝てるとかないかな。うわ、4400きつ。4400の千鳥きつ。きつ。なんか、オッケー。これ、この盤面返せるのか、このデッキは果たして。4000、もう打点抜かれてんだけどな。あ、でも6000オニマル立てたら勝てるんじゃねこれ。あ、なんか、いけるんじゃね ?6000 でしょ。これさ、こいつ殴ったら勝ちじゃないの？ちょっとやってみる？これ、多分ね、テックジーナス、ハルバードキャノン多分出しても、なんか無理なと思うんですよ、これ。ちょっととりあえず援軍で。とりあえず援軍します。で、ライデン持ってきます。で、ですね、はい。とりあえずテックジーナス、スクリューサーペント召喚。で、ドリルフィッシュ特殊召喚。おっと、どうしました？通信が悪いですね。そして、レベル1、テックジーナス、ドリルフィッシュに。レベル4、テックジーナス、スクリューサーペントチューニング。リミット解放、レベル5、ゴー、シンクロ召喚。カモン。テックジーナス、スターガーディアン。テックジーナス、スターガーディアンのモンスター効果。もちろん、テックジーナス、スキルサーペントを手札に加える。さらに、テックジーナス、スターガーディアンのモンスター効果。手札から、テックジーナスモンスター一体を特殊召喚。さらに、テックジーナス、スキルサーペントのモンスター効果。テックジーナス、ドリルフィッシュを特殊召喚。さらに、レベル1、テックジーナス、ドリルフィッシュに。レベル4、テックチナス、スキルサーペントをチューニング。シンクロ、フライトコントロール。リミット解放、レベル5。ブースター注入、120%。リカバリネットワーク、レンジ修正。オールクリア。ゴー、シンクロ召喚。カモン、テックチナス、パワーグラディエーター。そして、スキル発動。
セット、デルタアクセル、テクチナス、レスプロドラゴンフライをエクストラデッキから特殊召喚。リュッタ解放、レベルマックス、レギュラーズオープン、レンジ修正、アップリンク、オールクリア、ゴー、シンクロ召喚、カモン、アサルトテックジーナス、ガンダチのオニマル、バトルベース、これがアクセルシードの先にある答え、トップクリアマインド。さあ一体どんなデッキなんでしょうか。25枚少し多めですね、エクストラデッキ7枚、スリーブかわいいアマビエちゃん、モンスターをセット、ほうセット、ほういいだろう。さあまずは援軍でやる前にとりあえずニセラサウルスから入って一回デッキを圧縮していくスタイル。さあニセラサウルスの効果、ゲームから除外し、デッキからブースターラプトルを特殊召喚、そして光の援軍の効果を発動。よっしゃ、感謝、感謝のスクリューサーペント来た、感謝のスクリューサーペント、ほっ、そしてライトロードアサシンライデンを攻撃表示で召喚。墓地肥やす必要あんまねえな、これもうこのまんまでいいや。テックジーナス、スクリューサーペントとレベル1、テックジーナスブースターラプトルで新境召喚、テックジーナススターガーディアン、スターガーディアンのモンスター効果、テックジーナス、スクリューサーペントを手札に回収。ギャー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 グヌヌヌヌグヌ、待って、ワンナーマジシャンって女性なに、お前も光か、お前も光か、戻すしかねえ、これはもう戻す、戻すしかねえ、戻すしかないか、戻すしかねえ、いけ、テックジーナス、いけ、戻すしかねえ、あいつら全員戻せ、こうするしかねえ、いけ、氷結界の竜ブリューダク、そして氷結界の竜ブリューダクの効果発動、頼む、ちょっと一回する、でもこれ戻して殴り続けるしかの方がいいか、これこうしてこれで殴り続けよう、これでワンいける、テックジーナスだけが道ではない、シンクロ召喚、これがシンクロ召喚の先にある答えだ。全開を突き込むマジキーラーは、あっ助けてほい、いや危ない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 、耐えてる、なんか耐えてる、なんか勝ったんじゃないか、これ実は奇跡の勝利を収めたんじゃないか、これバカめ、テックチーナスだけがテックチーナスできたと思ったら大間違いだぜ、危ねえ、いや勝てるんかーい。